13日、今治産の小麦粉を使ってパンを作る調理実習が今治明徳高校で行われ、生徒たちが地元の食材を味わいました。この調理実習には、今治明徳高校の3年生10人が参加し、今治産の小麦粉を使って調理パンのベジコーン作りに挑戦しました。講師を務めるのは、市内中寺で料理教室を主催する品部信子さんです。今治明徳高校では、介護や幼児教育についての授業、トレーニング方法やリハビリなどについての授業といった専門的な学習の時間を設けた4つのカリキュラムが実施されていて、生徒たちは2年生からそれぞれが希望する進路に応じたカリキュラムを選択します。いいんじゃない、いいんじゃない。この日参加した3年生は、食生活や調理について学習するフードパティシエ系列で学んでいて、毎週火曜日には講師の品部さんの指導のもと実習を行い、調理の技術や知識を学んでいます。今回の授業は地産地消がテーマ。市内の小中学校の学校給食で使われている今治産の小麦粉をはじめ、天流市市東の一種で、多摩川、大西、野間地区で栽培が盛んな甘党美人、今治立花地区伝統の都留れんこん、オリーブオイルね、それに大島吉海町で生産されたオリーブオイルなど、パン作りの材料はすべて今治産。そのうち小麦粉は愛媛県がプロジェクトを立ち上げ、官民一体となって地産地消を推進している食材です。はい、近年は作付け面積の拡大や豊作で学校給食以外への供給も可能となったことから、こうした調理実習での活用や市内事業所での商品販売など、地域食材としての消費拡大が推し進められています。講師の品部さんによると、今治産の小麦粉は外国産のものとは水分の吸収率が異なるということで、この日のレシピも生徒たちが美味しく仕上げられるよう水分量にポイントを置いて配合したそうです。めっちゃ出てくる。参加した生徒たちは普段馴染みのない食材もあったようで、品部さんに質問をし、味の特徴などを学びながら調理を進めていきました。そして手ごねでまとめ発酵させた生地に準備した具材を入れてクレープ型に仕上げていきます。ケーキできた、出して。電車のおっさんが書いてる。カズ君、あのグローブせな、熱い。具材は甘党美人とちりめん炒め、それにレンコンのきんぴらの2種類、チーズもトッピングしました。一番下だったね、これやったね。最後はオーブンに入れて完成を待ちます。生徒たち手作りのベジコーンはこんがりふっくら焼き上がりました。参加した生徒たちは今治の味覚を詰め込んだパンを頬張り、笑顔を見せていました。どうですか？うまいです。チーズ美味しいよ。うまっ。めっちゃ美味しい。やっぱり今治産の小麦を使ってるっていうところが
他のパンより美味しいなって思いますね。